はい、では授業を始めましょう。今日は何のお話でしょうか。まずですね、この天気のことなんですけれども、今日はまだ雨降ってこなかったんでしょうね。確かに昨日そう言ってましたが、雨降るとね。ただ、結局まだ雨降ってきてないんですよね。というんですけど、今のところはですね、かなりね、風ありますよね。あと、曇っていて、空、ちゃんと見れないと思いますんで、だから、今夜雨降るかなとね。そうであればね、僕の、この、持続してきたことね、正しくなりますかね。正しくなりますとね、まあ、正しいって手分けですかね。正しくなるっていうと、なんか間違っていって、正しく、されちゃうってわけかね。あ、まだこの日はね、終わってないからね、夜まだありますからね。だからそれ待ってますね、待ってます。そうするとね、まあ合ってるってことですね。僕らはですね、こういう合ってるってなんかね、間違っていればなんか良くないですからね、それは。そして、まあもちろん、その、でたらめにして、こういうこと言い出して、別に何でもいいんですからね。ただこれ予測してみたんですからね。つまりデータ使ってます。事実、ね、使ってましたからね。それ事実って何だって言われると、まあそこもありますし、風もありますし、こういうところもですね、あるんですからね。だからそうすると、間違っていれば、また、直さないといけないところがあるってわけですし、だからね、この正しいね、という言葉ですね。はい。そう。じゃあ、その気にしてない。どういうふうにこれ気にしなくなるんですかっていうと、まずですね、その先ほど言ったように、その、何言い出したことは、それはデタラメですかとね、どこからのデータを、拾って、それを利用して、こういう言い出し、ね、その、発言ね、言って、やっぱ、それ、なんか、自分に対して、その大事っていうかですね、つまりその何でも言ってる人たちだったらば、じゃあ、間違っていても別にね、気にしてないってことですね。つまりその気にしてないんだったら何も言っていいってわけですよね。その、データ使わずに、あと、その、大事にしてる、取材とかね、それ使わずに、気軽にね、何か言い出したりして、別にね、気にしなくなりますからね、その正しいかどうかですね。そういうふうにね、自分には、なんかね、あれはいいじゃないかとね、考えちゃうんですからね、その間違ってない、間違ってなくても、間違ってしまっても、ね、どっちでもね、別に、その、そんな悪くならないしね。ただ、そうするとね、まずなんでそういうこと言うんですかね。何か、まあ、誰かが聞くからね。誰かが聞くために、こんなことを言うと、つまりその人たちに対して、これは正しいかどうかですね、それに従うわけか、ね。そうかな。多分ね、僕のやってることは、その、例えば、まあ、データ、利用して、その誰かが言われるとね、その誰かにこう、
お前の言ってる間違ってるとね、言われると、まあ、もしその相手側がデータ使っていれば、で、見せてくれればね、じゃあ、分かりました。間違えましたとね。そういうふうにね、なんか、歴史的にはいいと思いますしね、例えば、ドイツとかの歴史見てみるとね、効率的、に、作業とかできるようになりますし、そして、全くデータ使わずに、相手側の、反応とかね、もらうために、何でも言い出して、そんな人だったらばですね、正しいっていう言葉、にもかかわらず、とにかくその相手側がね、反応ね、そのポジティブね、という反応が出てこれればいいとね、確かにそういう人たちもいると思いますね。だから、そうするとね、その相手側がその視聴者たちで、その反応が全く来ない。じゃあ、あれは、その人に対してやっぱやばいなとかね、何か直さないといけないですね、その言い出してることをね、そういう予測できますしね、その視聴者の、まあ市場もそうなんですからね、その市場ってね、受け入れないからね。受け入れないし、受け入れないと言うと払わなくなるしね、そういうところもありますしね。だから、まあ結局、その人って、その視聴者のものになっちゃいますじゃないかと、ね。つまり、そのデータね、利用するものだったらば、それはマシだろうかと。僕みたいに、僕、これね、よくいろんなことね、言い出したりするんですけども、だから、その視聴者たちとかは、それは聞きたくないとか、言われたくないとか、あとは何だろう、前も間違ってるとか、あとは、俺わかんないとか、何言ってんのとか、あと、聞いたことないとかね、信じたくないとか、みたいなこともありますね。ありますし、じゃあ、まあ、僕に対して別にね、そんな悪くないと思いますが、そもそもなんでこういうことをやってるかですね。だから、僕の言ってることって、で、データによって間違っていれば、じゃあ、直せますってことですよね。そういうことなんで、他に何がありますか？ですね、やっぱね、これちょっと何か言いたいんですけども、まあ、こうって言うとね、いきなり思い出しちゃうんですよ。IGN ジャパンですね、クラベ選手、クラベさんとかね、野口さんもいましたし、あと、もう一人の、この IGN ジャパンの、友達というかですね、仲間というかですね、いまして、これは龍が如くみたいな、みたいなこと、読めよく の、ゲームタイトルなんですけど、そのお話なんで、ちょっとね、最初のところね、聞いてみたらね、やっぱ、80時間って、ね、80時間もかかって、このゲーム完成できるとね、あと、毎日ほど遊ぶと、それを1日12時間、ねえ、こんなたくさん時間ね、潰して80時間合計として完成できるとね、やっぱね、まあ、ゲームテスターっていうかですね、あとは何だろうな、これゲームテスターの仕事じゃねえかと。ただ、これすでにね、発行されたんですからね、
確かに発行される前にこういうことをやるんじゃないかと でもね、やっぱその発行される前にこういうこともやるって、そしてその発行されてからそれもやるっていう手段もね、できるみたいんですからね。そうなんですからね。で、やっぱ思い浮かぶのは、じゃあお金とか来るかなと そんな時間ね、使うとね。僕はですね、例えばそのロールプレインゲームとか、たまにはね、そんなに頻繁にやらないんですけども、まあ、たまにはやるんで、やって何か作文とか書きますからね、その習ったこととか、あとその見ていたものとか、見ていた、なんか見習えるところがあるんだったら書き留めるって、っていうことをね、やりますが、それはなぜそれかというと、まあ、まず練習になりますかね。その例えばスペイン語の練習になりますし、あとその結局その自分の、このロープインゲームとかね、作れるようにこんなことをすれば、まあなんだろう、そのいいところとかね、あれは何でしたかね、長所ね、長所とかね、わかるんだったらば、なんか自分の、ロープレインゲームとかもにね、入れて、こんな形になっていればね、いいと思いますし、ただね、それを全く、しないね、あるいはまあ、将来的にはある可能性がね、あるんですけど、今のところは、いや、別にそこまで考えずに、まあ、ただ遊んでいるだけで、これ楽しめようとするからね。そういうやり方で、まあ、結構、まあ、日本だけじゃないんですかね、それね。だから、Twitch とかね、あそこら辺も人、かなりね、遊んでますみたいですしね。ただね、僕はね、あんまり使わなくなってますっていうかね、見てるだけでちょっとね、難しいなと。探すのはね、検索するときに、これあるかなとね。で、いっぱい出てくるからですね、動画とかですね。ただ、それどこの動画がね、どの動画が役に立てるか それはちょっとね、自分に対して難しいなとね。つまり、誰かのチャンネルとか、先に分かっていれば、まあ、多分ね、見つかると思いますね。ただ、検索によって、その動画いっぱい出てきて、どの動画ね、知りたいことね、そのゲームのことだったらね、教えてこれるかですね、ちょっと難しいなと思ってたんですけどもね。はい。あと、そう、まあ、アマゾンさんが購入してきた、この Twitch ね、そういう情報をね、ニュースがあったと思いますしね。結局どうなるんだろうなとね。かなり多いんですよね、その動画ってね。動画、作成するだけでかなりストレージの方もね、食うんですよ、ね。ギガバイトになってますよ、ね。で、それどんどんね、アップロードすると結構、大変だなとね、どういうふうにそのお金ね、来るかですね、どんどん出すとね、まあ YouTube だったらはちょっと分かるようになってますかね、まあ YouTube だったらば、Google と一緒にしてんですからね。だからその E メールを支払いする人たちは、なんかYouTube にもね、このお金ね、
割り当てられるからですね。だから、そうなんですけどもね。あと、そのメンバーシップとかもね、それも、その支払いする人たちね、この YouTube プラットフォームによって支払いして、その人たちのチャンネルね、何かもらおうって、ね、そういう手段もありますし、支援もね、ありますね。Twitch ってこんな形になるかね。ただ、そうするとね、YouTube になっちゃうわけですよね。ね、そういうふうにするとね。じゃあ次はこの小島プロダクションさんからの、動画なんです。実はこれライクしましたんで、なぜならばね、ちょっとね、小島先生は笑顔で何か楽しんでいる、姿ね、見れますし、あとその最後のところもですね、ちょっとね、そのスーパーマリオブラザーズみたいな、そのマリオブラザーズの、この主人公になっちゃいましたようなんで、あと、最後のところの BGM とかもですね、あと、そのカメラの仕様もですね、かなりね、MIB の動画もですね、MIB の映画も思い出して、やっぱ、そういうやり方もですね、結構、されますね。だから、MIB って、まあ、結構ね、これも、90年代の動画、映画ね、当時はそのおばさんがね、中国人のおばさんはロサンゼルスに、住んでいた時なんですからね、そして VHS とかね、送って、来りましたんで、確かに MIB の VHS もあったし、あれは、先ほど中国語の練習で、お話なんですけどもね、つまりその一人の主人公は、その過去のことをね、思い出したくないと、ね、だからこのものね、彼らが持っているものを利用すれば、何も覚えられなくなるんですからね、そういうものによってね。ただその彼の、仲間、なんか、してるみたいんですけどね。で、彼は全くわからなかったんですけど、ものによってね、ものによって分からなくなったんですけど、ただ徐々にね、なんかあるみたいですからね。 その空を見上げると、なんかあるみたいですからね、ちょっとね、思い出せないけど、なんかあるんですからね。 その仲間、隣に座ってる仲間は、ありますが、そういうこと言えないですからね。 だからそれ面白いなと思いますね。やっぱその他の人たちだったらば、いろんなところを思い出しちゃうと思いますからね。何の映画をお話しすると、人によっていろんな、その今でも思い出せるものね、ありますからね。例えばこう、なんだ、そのエイリアンのところね、この男は、まあ、見た目は人間みたいなんですけども、実際はその中にあるエイリアンが、存在してるとね、とかね、それも、思い出せる人たちもいると思いますね。だから、これもね、結構、例えば映画の、お話しするとね、まあ、もちろんその全く聞きたくないね。そのネタバレになっちゃうわけですからね、聞きたくないんだ、ね、だからそうするとそのお話は聞いちゃうんですからね。あ、デートだったらばもうやばいなと。 どうすればいいんだろうな。 何も話しなくなっちゃうんですからね、ネタバレになっちゃうからね。
ただね、相手側は、例えば気にしてない、全く気にしてないんだからね、なぜならば、見たくないからね、それは時間ないから、それは時間ないからね、この3時間の映画とかもですね、ありました。だから、早くね、知りたいからね、まあ、とにかく、もっと知りたいのは、あなたが、今でも思い出せる、ところ、それ知りたいんです、ね、なぜならば、今でも思い出してるところは、あなたのことをね、なんか、その思いでね、まあ、まず何でそういうことを思い出せんかね。だから、あなたのことをもっと知りたいからね、あなたのことをもっと知りたい、からこそ、その思い出せるものをね、全部教えて。そういうことはね、そういうことはね、じゃあ、それ分かっていればどうするの？ このところが欲しい。このところも今でも思います。まあ、とにかく、多分ね、こう、なんだろう、人間ってね、今考えてみるとね、やっぱ、このアイデアがありますからね、この人はどこと、同じ気に入ってるところがあるんだなと。とかですね、全く違うんだったらば、いや、じゃあなんで一緒にいるんだろうな、そういう疑問になっちゃうわけですからね。つまり、多分ね、探してるからね、じゃあこの人は、この思いでね、今でも大事にしてんだ。ね、じゃあ僕も、心の底から、なんだろう、何があるかっていうと、まあ、同じなんだ、ね、実感して、やっぱ、よかったなとかね、っていう気持ちが、欲しいかなっていうとね、そうかもしれないんですからね、人間って、こう、なんだろう、ずっと一人でこういうことを、考えててね、誰でもそういうアイデアとかそういう気持ち、そういう思いでね、持ってなくて、やっぱなんだろうな、それね。なるほどね。そうなんですよね。はい、では授業はここまでしましょうか。今夜もありがとうございます。